こんにちは、ピアニーズです。今回はジョン・ジョージ作曲のピアノ曲の中から発表会で弾くのに特におすすめの曲を5つご紹介します。ジョン・ジョージはアメリカの作曲家です。少年時代から独学でピアノとギターを学び、ジャズギター奏者として活躍しました。その後、音楽学校を設立してピアノ教育にも力を注ぎ、様々な教材を手掛けています。30代で自ら命を絶ってしまいましたが、その理由は謎に包まれています。ジョン・ジョージの作品は独創的で鋭いセンスが溢れています。発表会にはあまり気をてらった曲はそぐわないと思うので、その中から聴き心地の良い曲を中心にご紹介します。心理的にも深い曲が多いので、高学年から大人の方に特におすすめです。また、いずれの曲もペダルが必要です。発表会曲を選曲する際に、ぜひ参考にしてください。まずはじめにご紹介したい曲は、森の夜明け。大人っぽい曲で、まさに森の夜明けのイメージが目に浮かんできます。楽譜は一見簡単そうですが、表現力が試される曲です。発表会では、この曲を1曲目にして、2曲目に違うタイプの曲を組み合わせるのも素敵ですよ。続いて、大きなブドウの木。インパクトのある曲です。スケールが大きく、鍵盤を広く使いますが、お尻を移動させないで弾きましょう。このように、同じ音型を使うパターンはギロックにもありますが、ジョン・ジョージの作品は、よりクラシックに近いです。3曲目はジャングルの夕焼け。神々しい雰囲気があり、大人の方におすすめです。美しい夕焼けと空の彼方へ消えていく様々な色をイメージしましょう。
4曲目はうずらの群れ。楽譜は音が少なめで簡単そうに見えますが、なかなか内容の濃い作品です。ちょっと奇妙なうずらたちは、予測不能な動きをすると見せかけて統一感があります。オクターブが届くことが必須です。最後は雨、そして虹。雨の音と美しい虹を見た感動を表した曲です。はじめはポツポツ、そしてザーザー。やがて大きな虹の誕生です。音は少ないですが、綿密に計算して作られており、大人っぽく難しく聞こえますよ。ジョン・ジョージ作曲のピアノ曲の中で、発表会で弾くのに特におすすめの曲を5つご紹介しました。いかがでしたでしょうか？気になる曲が見つかった方は、概要欄のリンクからご確認ください。また、練習を進める中で、誰かに演奏を聴いてもらいたいという時は、ピアニーズのピアノラインレッスンをぜひご活用ください。LINE で動画を送るだけでピアノレッスンが受けられます。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回はここまでにさせていただきます。皆様の豊かなピアノライフを心から応援しております。またねー。